こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。川崎市幸区のお客様のところに、礼拝物供養処分のお引き取りに伺いまして、梱包作業が終わりました。画面向かって右側の一番大きなプチプチでくるんであるもの、こちらがお仏壇の本体にあたる部分、上側の部分ですね。台付き仏壇の上側の部分です。そして画面左側、この下側のこちらのプチプチでくるんであるものが台付き仏壇の台の部分です。下側の部分です。そしてその上に、乗っているものが、こちらがお仏壇の前で使われていた経机です。足は折りたたみまして、平らにして包みました。その上の段ボール箱、大きい方の段ボール箱の中に、お仏壇で使われた仏具類が一式入っております。そして一番上の小さな段ボール箱の中に、お仏壇の中央でお祭りされておりましたご本尊の掛け軸を、白い柔らかい、紙で、丁寧に包みまして、この中に、一幅入っております。これから車に積み込みまして当店まで運びます。その後、他のお客様からお預かりした、礼拝供養物と合わせまして、お坊さんにしっかりとご供養のお経をあげていただきます。また、礼拝対象物の掛け軸に関しましては、魂抜きの平原のお経をあげてもらうとともに、専用の焼却炉で、焼却、いわゆるお焚き上げという形のご供養をさせていただきます。ありがとうございます。